昨夜から城島月子さんの病状が悪化しまして。なんだって？それで月子は大丈夫なんですか？それがその後個室からいなくなってしまったんです。そちらに行っておられませんか？いえ、来てないです。とにかくそっちに向かいます。とにかく病院に行かないと。くそ、何があったんだ。大丈夫ですか？大丈夫。ちょっと急いでただけだ。何かあったんですか？月子がいなくなったんだ。何があったのかはわからないけど、とにかくまずは病院に行かないと。私もお手伝いします。いいんだ、これは俺の問題だから。さよたんは巻き込めない。でも私が無理にあなたを月子さんから話したから。ちょっと待て。たった一日俺がそばにいなくたって変わらねえよ。でも一緒に来てくれ。よく考えたら顔見知りの心配すんのは当然だよな。月子を探すの手伝ってくれるか？はい。たった一日俺がそばにいなくたって変わらねえよ。本当にそうか。俺はもしかして離れちゃいけない時に月子のそばを離れてしまったんじゃ。とにかく一旦病室に行こう。その方がいいでしょう。現場を見なければ始まらないと教わりましたし。どうなってんだよ、畜生。誰かに連れて行かれたわけじゃない。どう調べても自分で出て行ったとしか思えない。光太郎さん。さよたん、聞き込みの方どうだった？ダメです。月子さんを最後に見たのは夜10時頃に様子を見に来た看護師さんで、それ以降は全く足取りが。くそ、どうしたら。ただその代わりに奇妙な話を聞いたんです。なんだセウタン、何でもいい、何でもいいから言ってくれ。それは先輩。どうしたんですか、こんなところに。レイ、お前怪我は大丈夫なのか？本当は絶対安静なんですけど、思ったより退屈で思わず抜け出して
噂の病室見に来ちゃいました。退屈でって、お前そんな怪我のくせによくそんな余裕が。で、待て、今噂の病室って言ったな、なんだそれ。その件で来たんじゃないんですか。この病室のことですよ。いや、この病室は妹が昨日移ったばっかりの部屋なんだ。なのに昨日の夜から行方不明だ。じゃあやっぱりあの黒いモヤが。黒いモヤ。私も聞いてきました。昨日の深夜、時間は特定できませんけど、黒いモヤがこの部屋の近くで目撃されたと。はい、僕の聞いた話だと。しかもそれはコウモリみたいな形をしてたそうなんです。なんか今噂になってますよね、嫌な記憶を食べてくれるモヤの話。なんかあれに似てるって思って。コウタロウさん、くそ、黒いモヤ噂、それじゃあ月子は。コウタロウさん、悪党ども、よりにもよって月子に目をつけたってのか、ちくしょう。セウタン、すまねえ、ここで引き続き聞き込みをしてくれ。はい。あ、でも光太郎さんは。俺はもうじっとなんかしてらんねえ、行ってくる。先輩、ちょっと待って先輩。多分さよさんを置き去りにしたとかそういうのじゃないと思うんです。そのどうしたのですか。ですね、先輩時々周りが見えなくなってパーッとどっか行っちゃうんです。だから彼女さんであるさよさんをほっぽってどこかに行ったわけじゃなくて、あなたら先輩に何も見えなくて。ん？いいんですよ、彼女なんかじゃありませんから。あんなにお似合いなのに。でも違うんです。でもさよさんは先輩のこと好きでしょ。え？やっぱりだ。わかるんです、僕も先輩が好きですから。そんなことは。じゃあ嫌いなんですか。嫌いじゃありません。でもあの人は気づいてるのかそうでないのか、私は妹でも学校の友達でもありませんから。ただほんの少し仕事で付き合いがあるだけの関係です。ただそれだけのつながりしかない。今のあの人は妹さんのためにああして走っていきました。脇目も振らず全てを忘れて。妹さん、ここに入院してらしたんですか。はい。でもそれはあの、ほら先輩、妹さん大事にしてますから。分かってます、月子さんがあの人にとって大事な人だって。
じゃあさよさんは？僕から見たら先輩はさよさんのことも絶対に大事に思ってるはずです。そうでしょうか。そうに決まってます。それに大事なことも忘れちゃいけませんよ。何でしょう。それはさよさんがどうしたいのかってことです。私がどうしたいのか。はい。そうですね。私はそれを失念していました。気づかせてくださってありがとうございます、レイさん。とにかくあの人を追いかけてみます。そうするのが私の望みですから。頑張ってください。ここが正念場だぞ、孝太郎。コプチで何よりです、剣の嬢さん。あれくらいじゃ死なないさ。七夕を過ぎても事件が収まる気配はないように思うんだ。どうだ。はい、ちょうどそれについて考えがまとまったところです。聞かせてくれ。時間はたっぷりあるから長くなってもいい。いや、そこまで長くはなりません。整理してみるとむしろ短くさえ思えます。さすがだな、キムさん。だが、ええ、簡潔にまとめられる事象の方が根が深い。魔術の根幹です。犯罪もな、あれもこれもと欲張るやつは素人だ。プロの犯罪者なら目的も動機も行動も拍子抜けするくらいあっさりしてるもんだ。そうですね。腰を折って悪かった。続けてくれ。構いません。七夕を境に噂に明確な変化が見られます。口コミ、ネットを問いません。変化？新しいキーワードが登場したのです。黒い蜜。これまでの噂では自分の暗い記憶が自身に害を及ぼすということになっていました。昔傷つけた相手や忘れたい過去の恐怖に出会って殺されるだったか。はい。それが今は黒い水に身を投じるとその害から逃れられるというものに変化しています。殺されっぱなしじゃ噂としてはつまらんからな。だがどうして逃げられる。和服の幽霊にもらった黒い水を飲んで、真っ黒な水たまりを見つけてなど、パターンはいろいろありますが、要点は一つ。黒い水で過去の辛い記憶を忘れられるというのです。記憶がなくなれば過去の恐怖に脅かされることもないか。黒い水。まるで黒い水のようだった。やはりそうですか。私の結論はこうです。敵の魔術師は東京市の恐怖や怨念を集めて力にしていると。黒い水。
あの怨霊が恐怖や怨念を食ってご主人様に献上しようとしてるってわけか。そう考えれば土妻が合うんです。暗い過去があらわになった時、人は恐怖を覚えます。恐怖は最も強い感情の一つですから、魔術師に強い力を与えるでしょう。だが逆にこれはチャンスでもあるな。これまでは噂を流すだけでよかったが、今からは違う。実際に怨念や恐怖を集めて回らなきゃな。ええ、そこで尻尾をつかめるはずです。よし、俺はコネを総動員して事件発生の兆候を当たるとしよう。私は相手の最終的な狙いをもう少し推理してみます。糸口がつかめればいいのですが。当てにしてるよ、キムさん。私も源之丞さんを当てにしています。気をつけて。まったく、探偵ってのは因果な商売だ。俺がもっとしっかりしてたら、もっと強かったら。なんだ、えらくしけたせらしてるじゃないか。一体どこに行ってたんだ、おっさん。お前がいじけてる間に捜査を進めにな。いじけてなんかいねえよ。闇雲に走り回り、何の結果も得られず、ここで机を殴ってるだけの、どこがいじけてないって言うんだ。それは何も考えずに突っ走る、それはお前の長所だ。確かにな。何が言いたいんだ、おっさん。まあ落ち着け。女に逃げられたくらいでそのざまでどうする。これが落ち着いていられるかよ。それに月子はそんなんじゃねえ。とにかく話を聞け。お前も知ってると思うが、今あちこちで人がコウモリに襲われてる。なあ。ただ今回のは以前のとは犠牲者の様子が違いすぎる。なんだって、それどういうことだよ、おっさん。はるかに無残な状態だ。日を追うごとに犠牲者も増えてる。さっきも裏通りでやられたらしい。そんなのほっとけねえ。とにかく行ってくる。おい、人の話をちょっと。やれやれ、やっとあいつらしくなったか。突っ走ってないあいつなんざ気味が悪くてしょうがないからな。許せねえ。なんてことしやがるんだ、畜生。あれ、やべえな、風ぶり返したか。お、なんだ。